久保さん、確かにバランスはね、取り方次第ですね。だからその、一定にやるっていうのがバランスではないということですね。ただ、一つ言うんだったら、まあ、雇われる側と雇う側のバランスって全然違うんですよね。で、これで世の中成り立ってます。じゃあ全員の、起業して、全員が起業するというバランス感覚だったら、雇える人いないっていうね。全員起業家ですから、雇える人いないですよね。これもおかしいですよね。今のバランスがいいんじゃないですかね。で、まあ成功したいとかいう人は、よくね、久保さんのところにも来るかもしれないですけど、よくやる気が出ないんですとか、モチベーションが出ないんですっていう。で、それを言ってる人って、起業家ではないんですよね。多分起業家ってあんまり言わないですよね。なんか起業しといてやる気が出ませんみたいなね。どういうことみたいな。多分そのほとんどのが一般のその雇われる側の人がモチベーションが上がらないんですとかやる気が出ないんですっていう話じゃないですか。で、やめていきます。継続ができません。継続できないから力にならないっていう。じゃあなんで継続できないのかっていうと、僕はその感情のバランスをしっかりコントロールすればいいんじゃないかなと思うんですよね。継続できるようにコントロールするっていう、感情をバランスよくするっていうね。だから気分が落ちてるからできないんだったら気分をこう、落ちないようにするっていうことですね。気分が落ちていることを理由にしてやらないんだったら、ね。じゃあ気分が落ちないような仕組みを作ったりとか、気分が落ちないようにするっていうね、すればいいだけじゃないですか。ね。やる気がないからできません。まあ僕から言われると、関係ねえって話ですよね。やる気とかモチベーションとか関係ないんだけど、なんかみんなそのせいにするんですよね。でも一つ事実を言うならば、やらないとやれないってことですよね。継続しないと力にならないっていう、それが事実なんで。なんかビジネスで成功したいんだったら、まあ、ほとんどの人が起業家ではなく、その一般のサラリーマン、普通の状態、まあ、そのバランスの、その雇う側と雇われる側のこの世界のバランスの中に生きていて、ほとんどの人がこっちの雇われる側の方のバランスなんですよ。で、ここのバランス感覚を持ってる人がこっちに行きたいってなった場合は、やっぱそれは、なんだ、自分でコントロールしていかないといけないっていうところがありますよね。だってそれを理由にしてやんないんだから。ね。いってらっしゃい。